ゆわももチャンネル始まるよ。ママがお風呂入った時に食べてくれます。今日はゆわの遠足グッズ、あとお菓子、ちょこっとだけお弁当を移したいと思います。今日は遠足のなんで私がセリフを決めるの、遠足のお菓子を紹介します。200円で何を買ったんでしょうか。いや違うよ、200円じゃなくてね、200円までだけど、だからそう198円。そうだから、すごいいい感じ買ってるじゃん。ちょっと待っててね。まずは友達とお揃いにした酸っぱいレモンを買いました。酸っぱいレモンに具用紙を友達と一緒に買いました。次はね、イワが好きなやつだよ。おにぎり、おにぎり、しかもかわいいじゃん。これで30円だよ。美味しいのこれ、食べたことない。今はね、これだけで90円。そうだね。じゃあこれ1個食べちゃった。あ、まあそうだ、食べちゃったんじゃん。なんで、なんか美味しそうだったんだもん。次はイワが好きな、じゃん、見てみよう。ガシュリシュ、ガシュリチュ、ガブリチュだ。あ、ガブリチュだ。次、あ、なんかシュワシュワするやつとか酸っぱいのばっかりじゃん。そうだよ。最後はもう最後、200円だから、ね、あ、いっぱい買ったんだよ。あ、違う、いっぱい食べたんだ。嘘。最後はじゃん、もうない。え、これ少なすぎじゃん。え、そうでしょ。なんで、え、食べたから。いつ食べたの。内緒で食べたでしょ。うん、内緒なんて。ママ見てないもん。ママには内緒にした。ママがお風呂入った時に食べてるよね。ねえ、ダメさ。しかもこんな少ないし、100円分ぐらいしかないよ。削らないか。いいの、それが。自分で食べちゃったのがしょうがないか。ティッシュはぐでたま、お弁当箱は100均で買いました。100均で150円です。他にもお家にいろいろあったんですけど、最終的にはこれがいいって選びました。あとはレインコート、そしてお箸はプリンセスエレナ、 J:COM でプリンセスエレナというのね、放送してます。ピュアとももよく見てます。それからレジャーシートはラプンツェルです。結構最近ユア可愛いの選ぶようになってきました。多分ね、 YouTube で皆さんにユアちゃん可愛いよ、自信持ってなんて言ってもらうようになってからかな。前まですごい男になりたいってすごい言ってたんですけど、まあまだちょっとね、名残はあるんですけど、最近おしゃれになりたいって言うようになりました。なんかちょっと遠足って感じじゃないけど、いいのよ。15分しかないし、15分おしゃれすぎる気がする。今15分で、あと15分だよ。それから折りたたみ傘です。今はこういうポップなデザインがすごく好きみたいです。かわいい。これなら雨が降ってもちょっとハッピーになれそうですね。はい、お弁当作りは、今はね、幼稚園の頃はやっぱりキャラ弁とか好きだったんですけど、3年生になってキャラ弁はもう恥ずかしいって言い出したんですけど、でもやっぱり可愛いのがいいということで、動物のロールパンを作りました。こんな感じでチーズをくり抜いたり、海苔をね、ハサミで切ったりして、すごく簡単にできるし、ユア何よりこのロールパンが大好きなので、ユアにとってこれはすごい嬉しいらしいです。タコだよ。かわいいお弁当作って、自分の顔がひどいって。なんかママさ、このお弁当作ってるとさ、なんか職人になったのかなって気分になる。すごいちっちゃいの作業。鼻をチーズで作っていきます。皆さん本当にいつもコメントありがとうございます。今の動画も見てね。バイバイ。